どうもありがとうございました。本当にありがとうございます。この曲も実はもう何年も前に宮崎さんに作っていただいて、本当に気に入ってる曲なんです。今日テーマなんですけど、これを聴いてみて終わりにしたいと思います。今日もありがとうございました。